お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュラリーやっていくんですけど、今日はですね、ホグライダーを30日で極める男を2日目ね、やっていきたいと思います。この企画ですね、昨日からね、スタートいたしまして、ちょっとホグをね極めたいなと思いまして、マジ僕ホグ本当に初心者なんですけど、30日で極めます。毎日ホグ動画ね上げたいと思います。で、他のデッキ紹介のね動画とかもまあ上げれたらね上げようかなと思ってます。ぜひ一緒にねホグ上手になりましょう。というわけで、クイコグね早速やっていくんですけども、やっぱテーマちょっと一つ毎回決めていこうかなと思いまして、毎回ホグでなんとなくやるだけだと何がこう上達してるだとか何がダメだとかちょっとね分かりにくいと思いますので、まあ、今回ホグを飛ばすタイミングっていうのをちょっとまあテーマというか意識してやっていこうかなと思います。相手のコストがないだろうっていうホグのタイミングだったりだとか、2周目のね相手の施設だったりトルネードが回ってないであろうホグのタイミングだとか、まあなんかこういうそういうね、まあそんな感じでホグのね飛ばすタイミングっていうのを意識して、頑張っていこうかなと思います。トラグやっていきます。よろしく。 X 棒って書いてるな。クロスはロケ削りじゃなかったら相性がいいとは思いますね。さあ SP、 いやロケ、え、マジでクロスだな。昨日もクロス引いた気がするんだよな。これもクエイクウッドゲーじゃないですか。よいしょ。で、ロケット押しもちょっと手助けしてもらってね。ナイスナイス。これ多分ミリだから、近機動もできないと思うんですよ。まあ、クロスはクエイクウッドで守れるんですけど、トースケとかかな。でもそれだけだと、僕のダメージがまあなかなか通らないっていうのもあるので、まあなんかタイミング見てね、いい感じに。なんかホグでも飛ばすタイミングむずいですよね。どうせテスラで守られるんですよ。まあ、一旦飛ばすんですけど、相手も早っ、もう、で、端前テスラなんですよね。えぐすぎ。これが、まあ、相手のね、ホグへの勝ち方なんでしょう。序盤からね、もう、敗北削りっていう。えぐいっすよね。まあ、でも、そういうことしないと、クロス側もね、なかなか勝てないよっていうことだと思います。さあ、え？うまい。ちょっと待って。いや、痛い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 、痛すぎ、めっちゃ痛い、マジ痛い。しかも金軌道、うまい。あ、金軌道はミスってる。まあ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 、このダメージなら全然悪くないですよね。なんかユニットを外側のね、スケとか SP でちょっとね外に離してクロスの竹外されましたね。やりますね。さあ、とりあえずちょっと高めのアイテムぐらいからいくと、もうこれ5がピューン。あ、飛んでこなかった。さあ、これは壊したいね。テスラで壊してもよかったけど、これテスラ用のナイトなのかな。さあ、ここのテスラがあるとホグがね、なかなかね攻めきれません。ですが、ちょっとこんな感じでね、よいしょよいしょ、頑張れ頑張れ。まあ、確実にね、低めに低めに、あー、いや強いね。これめっちゃいい、めっちゃいい形できてる。ここでなんか逆サイドを攻めるのもいいらしいですね。で、クエクって、よいしょ。まあ、もしかしたら読みでもよかったかもしれないですけど、ちょっと外れた時はね、怖いよねっていう。これ、どっち攻める？めっちゃむずくない？これ。どっち攻めるのが正解なんですか？うわ、すごい。こっちも削ってきます。まあ、一応左のがもう削れてますので、すでに。クロス。いや、来ないのか。絶対来ると思ったんだけどな。さあ、まあ、クエイクッド残しとけば、守れるよねっていう。よいしょ。さあ、でもこうなったら、もう右サイド削りたいよね、正直。で、一応なんかウッドでね、こうクロスのね、ダメージをミリ通そうとしてきた時用に。さあ、ここ、おしゃれにやってあげようかな。そろそろ。端前テスラ。で、スケとかね、そういう用のウッドも転がしつつ、来た！ワイボ削り。いや、クロス相手でこうですからね。ホグ飛ばすタイミング意識するとか言ってたね。これでも結構いいんじゃない？テスラあるしね、起きにくいね。いや、来た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 。ウッド欲しい、ウッド欲しい、ウッド欲しい、ウッド欲しい。いやー、ISP がうまいの。で、ファイボが毎回来るから、ちょっと高めのロケット押しとかもね、強いね。あ、それやったんじゃない？これやったっすよね、普通。で、ホグ飛ばして、クエクツだけじゃない。勝ったでしょ、これ。
止まんないよ。普通は止まんないよ。防衛ファイブとかもね、したいけど、さっき使った。いいよ、ウッドがナイス。さあ、ロケット押し。ホグ飛ばすタイミング全然わかんなかったな。ただ飛ばしてただけですよね。2周目とか3周目とかよく言いますけど、まあ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 、これはね、ちょっと勝ちたいですね。マジで、でもこう、意外とね、なんか流れ的にはほんとトン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 みたいな流れがやっぱ続くので、めちゃくちゃうまいと余裕で負けることもありますね。その辺はね、まあきっちり勝ちたいですけどね。よし、ちょっとホグのなんかね、いいタイミングで飛ばしていきたいよね。相手が施設系だとね、飛ばすタイミングなかなか難しいな。いつ飛ばせばいいんだ回ってきたら。回ってきたらとりあえず飛ばす？ん、ザップ。ザップも珍しいね。さあ、これはまあ、ペッカか。ペッカはね、いいですよ。ホグがね、めちゃくちゃうまく見えちゃう。さあ、テスラで守る。わあ、マジカーチャー痛いよね。これでも、マジアチャで射抜いたってことは、まあ、今は僕の方がちょっとコストね、エリアと取ってるんで。まあ、普通のホグ飛ばして、ロケット押しは防衛使いたいよねっていう。さあ、まあ、これは、しょうがないですね。次ですね。これはしょうがない受けで、さあ、ロケット押しと小物でね、もうすべてを守ってきます。で、出してあげて、ザップが来る。ザップが来て、ここね、見てください。このホグ。これはペッカの受けがないので、ペッカ受けつつ、しかもね、攻めていきます。っていう、いや、いいホグじゃないでしょうか。そして逆サイドのナイトも、なかなかいいね。で、この言うのは、ウッドとスケでね、守れると理想かなと思います。で、どうせならテスラ使わずに守ってもいいんじゃないかっていうね。オッケーオッケーオッケー。しかもこのなんか微妙にずれたことによってマジックアーチャー射抜きにくい。これちょっと無視してホグいきます。これマジックアーチャー使ったから相手もそんなコストがないと思うんですよ。僕のね、読みです。よしよし。だから、マジアーチャーのダメージ受けるけど、それ以上にホグが、もうちょっと入ってほしかったよなぁ。っていうね、思いはあります。さあ、これちょっと許容するか。ウッドぐらいやってね。あ、痛いな。痛いな。始めるのワンチャンぐらい。いや、今のね、ホグ飛ばすタイミングいいと思ったんですよね。相手が攻めマジアチしてきたから、それを無視してホグ。まあでも、近起動してる分、そこまでは入らなかったんですけど、まあ悪くはなかった気がしますね。で、これはね、一回、逆サイホグを飛ばしてもよかった気もし、するけど、まあ一旦防衛から行こうかな。ファイブが来るよね。ポイズンか。で、マジアチャもいた。さあ、マジアチャすごい抜き、相手抜きますね。射抜いてきますね。で、マジックアーチャーを受けたい。さあ、ここはテスラで全てを守れる。で、今、ロケット押しが残ってるから、ここでホグ飛ばしたいですよね。そしたら、このホグに対応してきたのを、この残り物のロケット押しで対応できるっていうね。いや、いいね。いいね、一発入らないけど、まあまあまあ。連盟してあげたかったけど、自らどっか行ったと。で、ISP で削ってあげると。さあ、で、また後ろからね、ロケット押しとテスラ。で、ここまで来たら、逆サイド行く必要はないと思うんだよな。さあ、ウッドで削りつつ、いや、コストが余裕すぎる。なんか、上手い人、ここでホグ飛ばします。マジ、見たことあります。これ。で、クエイクと、ウッドね。よしよし。いや、うまくない？なんかね、ルーカスっていう海外の、まあ、ホグがもともとすごい上手い選手なんですけど、その選手がやってましたね、この今の。で、これちょっと守れそうなので、このタイミングでちょっと、飛ばしてあげて、いいね。エレキか。おいおい、ナイス。ナイス。あと、クエイク2周くらい、回る？え、一回守ろうか。一回守ります。ちょっと怖かったんでね。テスラが？いや、うまいな。ちょっとうまいね。で、これちょっともうここでね、ホグを飛ばしちゃうんですよね。で、もうテスラで守れるから、ウッドもね。結構ね、ヤンチーなホグ飛ばしてるんですけど、まあ、ヤンチーぐらいがちょうどいいよね。よし一生残ってんな、あの子。もしかして読みザップ来る。はい。
あれあれなんぼあれあれあれじゃねあれ圏内じゃねクエ圏内。オッケーオッケーオッケー。いや、後半の、めっちゃ汚いっすね。あ、見ててね、おー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 おおみたいなね。どうなってるかすごいわかんなくなっちゃうんですけど。まあまあまあ、勝ったからいいでしょ。さあ、よろしく。ちょっとホグ飛ばすタイミングね、なかなか難しいですけどね。まあ、ユニット相手だとなんかいい感じにね、飛ばしやすいですよね。テスラプラスなので。守りながら、みたいなね。さあ、アイスピウッド。ウッドはマジで一番使うと思っていいですね。いやー、こういうのホグやっちゃいたくなるんだよな。まあまあまあ。どうせ出すなら、今でいいでしょって。さあ、トリトンでキング起動。ということは、このデッキはロイジャイですね。ロイマサニクの、まあ、ダークプリンスが最近流行ってますよねっていうので、さあ、ロイですね、ロイ。いや、ロイな、まじで。鬼無尽だよな、防衛、これ。もう、マザーネクロがね、強すぎて、本当に。どうしちゃおうかっていうぐらいね、きついんですよね。さあ、まあ、アイスピと打ったるから、意外とこれは守れそうだな。で、ここはまあ、ロケが残ってるから、さすがにホグ飛ばしますよね。いいホグではないでしょうか。で、ここは、延命。よしよしよし。いやー、でも全、勝てーよなー。ね。で、まあ、やっぱこう見ると、僕のダメージ、やっぱなかなか通らないじゃないですか。だからこそ、相手のロイジャーのダメージをどれだけ防げるかっていうのも、大事になってきますよね。攻めが通らないなら、相手の攻めを通さなければいいっていうね。さあ、アイスピで削っていく。あれさ、マザニク、テスラ当たると思う？わ、よかった。よかった。で、結露行きたから、ここ一回守ろうかね。で、端前トリトンとかもね、あるよね。っていうので、いや、ファイボーでした。まあ、マザネクちょっと使ったから。よいしょ、さあ。で、これ、一周目なので、次のロイも守んないといけないんですよね。端前来るかもしれないですね。速攻で回したい。いやー、クエイク削りしたいけどな。こっちサイドしたくないっすよね。さあ、まあ、ホグ飛ばして、これトリトン用のスケ。あ、ロケ砲なんで？いや、これちょっと良くないっすね、今の。なんか、流れが非常に良くない気がするな。テスラ？テスラ強いよ。なんとなく今ホグ飛ばしちゃう。なんとなくね。ドリル、オリー。あのオリアでね。まあ、これ、いろいろあるんで、まあ、守ってあげて。あ、ウッド削りですね。本当に。俺の攻め通んないんで、このウッドで、ちまちまね、削っていきましょう。さあ、で、アイスピで固めてあげて、で、これ、ロイ用にね。で、トリトン用にね。で、ウッドで、テスラをできるだけ延命して、ロイを溶かすと。いや、いいね。これで、クエイクでね、削っていきます。いいね。え、待ってよ、めっちゃいいよね。で、テスラ置いて、もう一回ウッドで、剥がして、いいね。え？めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。頑張れ。で、ここでまたホグとスケで、一応トリトン警戒だけど、檻のサイクルは覚えれてねえな。クエイクはちょっと怖くなるので、撃たない。で、無限ロケ砲ですね。よしよしよし。いや、流れはマジでいいな。で、ウッドで削る。このウッドの削りがね、上手い人めっちゃ上手いのよ。さあ、これは相手が来そうだけど、攻めてあげた方がいい気がしたな。さあ、ホグは入らないけど、まあまあまあ。で、削ると。いや、いいね。このウッド削り、ちょっと上手くなってんの、俺。やべ、エリクサーが溢れる溢れる。ウッド削りマジで大事。で、テスラ置く。さあ、いろいろね。いろいろ出してあげて。いろいろ出してあげて。どっちを守りたいんだ俺は。って考えるときに、こっちだよねっていう。やべ、変な位置に出した。バカバカバカ。待って、テスラの位置がやばい。え、何やってんだ俺。
待って。待って、やべ、やっちゃった。待って。うわー、完璧でしたよね。よし、やっとられんわ。よろしくさん。よし、いやー、ちょっとホグ飛ばすタイミング、でも言うてむずいっすよね。わかんないっすもんね、ぶっちゃけ。出てきたら飛ばしたい。で、相手の攻めとやっぱ被せてね、飛ばせると、相手がやっぱ攻撃にね、コスト使った瞬間になるので、僕の方が止まらないっていうのがありますよね。なんか相手がやっぱ攻めてきた瞬間に、同時に攻めて、後からね、スケとかアイスピとかウッドとかで、まあ防衛するっていうのが、まあ理想系ではあるよねって。ボンバーやりゴブってなんだろうね。あんま見ないっすよね。そう、ホグだ。相手もホグだ。さあ、ちょっとテスラがね、初心者すぎて変な位置に出ちゃうっていうのはあるあるだと思うんですけど、このテスラなんかむずいですからね、奥の。さあ、まあこれはホグでいいんじゃないでしょうか。ウェイで一応クエック構えて、相手もホグですね。ミラー対決かとなった時に、今ちょっとホグ来るとね、嫌ですからね。よいしょ。できるだけダメージ防がないといけないので、オッケーオッケーオッケー。低コストで回して、マジでホグ対決なんですけど、相手がボンバーと槍ですね。なんかが違え。スケアイスピー、さては解雇されたのかな。スケアイスピー、お前らいらん、ダメだってなって、ボンバー槍ゴブにね、ちょっと2コスに強化されちゃった。ハシマ槍ゴブ、うえい、見えてるね。多分相手の方がやっぱちょっと回転遅いんですよ、僕が1コス多い分ね。だから2周目のね、ホグ、めっちゃ刺さると思います。次ですね。この次。このスケからの、アイスピからの、みたいな感じで、回した時に、結構ね、きついと思うんですよね。普通は。まあ、後ろからね、なんかいや、スケがあるな。スケボンバーやりゴブなんだな。まあ、ちょっとあんまわかんないですね、ぶっちゃけ。クエイク削りが来る。これちょっとこの辺に置いてね、相手に高めテスラ置かないでってアピーします。そしたら意外とね、これ守りにくいよ。ういいいね。しかもロケット押しで攻めていく、いいんじゃない。なんかやりこぶ的な警戒で、やばい、これ、あ、待って、いや、いいなかなかに。さあ、これナイトグの方が良かったのかな。まあいいか、ホグ飛ばして、やっぱ回転僕の方が早いからね、ちょっと無限にね、飛ばせると熱いよねっていう。あん、なんで？さあ、で、まあ高めテスラが最強と、今クエイクってきたので、まあちょっとホグ飛ばしてあげて、クエイク？おい、ナイス。いや、だんだんとね、まあこれがね、言っちゃうと神相性みたいなもんですよね。もう同系統対決になった時に、もう回転早い方が勝つようにできてるんですよ、こんなの。絶対ついてこれないからね。このホグもうね、来ても、このテスラが最強。あ、このテスラは多分1個低いっすわ。さてはやばい。クエイク当たっちゃう。さあ、守りつつ。うい、クエイク打って。ナイス。いや、これ、どうやっても負けないっすね。本当に。まあ、これが相性みたいなもんですよね。でさ、2周目で、これがね、絶対テスラが回れなくて、まあ勝ちますよっていう感じなので、まあ、これは多分ね、もう理論上のやつですね。しょうがないです。ナイス。いやー、むずいな、マジ。ちょっと大型守りて、大型やっぱゴルとかラバーはね、守れないの、どうやっても。わかる？守れないよね、どうやって守るんだって。さあ、ウッディ、相手がなんかユニット出したらね、その逆サイドにホグを出したいよね。そしたら、とりあえず出したユニットともう一枚コスト咲かせられるから、まあ強いんだよねっていう話なんだよねっていうので、ホグライダー行っといでっていう策略構える。来た！ゴレン。いやー、負けるんですよね、全然。やば。さあ、初っ端からゴリゴリ来ました。ゴーレムです。ゴーレムの防衛方法マジでむずいっす。教えてほしい。さあ、ウッドでね、いい感じにやって、なんかね、ロケット押しがさ、行かれてしまうと終わる説ないですか、本当に。
穴埋めとかでさ、ロケホ行かれるとさ、まあ、どうにもできないの。いや、これは絶対僕行きます。ロケホが残ってるので熱いですね。で、スケは、まあ、なんかね、こう対応してきたやつはね、対応するように取ってきたやつ。相手もいい位置ですね。プリンスでね、ロケット推しの攻撃をタワーに向けて近畿としてるね。さあ、矢の雨。うわ、マジかよ。これ、撃っただけで耐えれるかな？いや、耐えれるな。さあ、来ました。いや、これですね、課題。本当に課題。なんか結局、上手い人たちはこういうのにも勝つんで、これ勝たなきゃいけないんです。相手はもう今喜んでますからね。本当に、あ、俺の矢の雨が刺さっちゃう、ロケット星くんにって感じで、さあ、まあ、SP で削っていくよね。で、できるだけロケット押しから裂いていきたいんだよね。1周目のロケット押しに矢波打たれても、2周目のロケット押しが生きるよねっていうサイクルをできると理想なので、まあ、ここ2倍タイム入るから、ちょっとありがたいよねっていう。さあ、ちょっとウッドとかもね。やべ、待って、俺のウッド、待って、俺のウッドバカ。マジでバカ、マジでバカ。あ、でも、矢の雨ね。オッケーオッケー。いや、いい。全然いい。全然いい、全然いい。全然いい、全然いい、全然いい、全然いい。おい！いいね。これもう行った方がいいですね。ロケット星がやっぱ残ってる時は絶対行った方がいいですね。で、まあまあまあ。ここ残ってるからテスラとかでいいと思うんですよ。で、できるだけ残してあげたい。できるだけマジで残してあげれると熱い。で、ここに矢の雨使ったら、みたいなね。そう、矢の雨使ったらロケット押し出してあげて、なんならね、ここのタイミングでホグ。そしたら、このロケット押しがここで今残ってるから、相手のね、このプリンスを、このすでに残ってるロケット押しで美味しく回収できちゃうわけですよ。さあ、しかもウッドもね、あ、相手の、いや、いい、相手の受けがうまい。さあ、ここでタゲ取って後ろからね。これも、ホグパーティーじゃね？ってか、なんかスペルパーティーじゃね？これ。行ってこい行ってこい行ってこい、一発じじって感じで、まあ、相手がライトニングとか多分なかったのかなっていうのがラッキーだったかなと思います。いい感じのね、攻めができてました。よし、よろしく。ジュールだ。え、この人は三重使いの人、枯渇三重使いの人、もうめっちゃ昔のコスサンプレイヤー、僕となんか同じぐらいの、なんだろうね、三重子ずっと使ってた時の人なんですよ。いや、真面目に枯渇三種なのかな。さあ、ちょっとね、ウッド構えてあげて。うわ、え、いや、ワンチャン三種っぽいっすね。さあ、まあ、ここはロケット押し出してあげていいと思うな。アイゴラも対応できるから。で、まあ、ユーノとかの警戒でナイトだけちょっと構えてあげて。うわ、すげえ、懐かしい。いや、この人三重子だと思うな。うえい、来た。マジか。これちょっとでも嫌だな。うん。いや、いいね。いい防衛。さあ、で、ロケット押しが、ああ、ロケット押しが残ってほしかったー。ダクプリさんがおことですね。で、まあ、ここは、ウッドアイスビだけでは多分守れねえんすよね。よいしょ。ちょっと過剰気味にはなってしまうけど、まあ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 守ること大事ですからね。で、バルキリーだったらね、もっと三重使いが楽に守れるんですけど。さあ、ナイトだからね。まあ、ロケット押しとか回転で頑張っていきたい。なんとなくスケ出して。さあ、で、ロケット方式警戒の位置のディガーですね。あの、ユーの飛ぶの嫌だな。で、これ、ロケホいるからな、左サイド行きたいんすけど、あ、やべえ、ダックプリ来た。マジかよ。タイミングうますぎん。さあ、まあ、あれでも、僕こっちサイド結構許容できますので、気持ち許容めで行きたいね。あんま守りたくないよね。これぐらいでいいんじゃない？三死が三死来る。もうこれクエイクですね。リポンないので。まあ、エイパンあってもいいですね。もう一生だとテスラと低めユニットで、ロケット押しがまあディガーザップで多分潰しに来るんですけど、それ延命したいね。
ロケオ？ロケオこっち来てほしいな。相手のあの警戒嫌だな。これちょっとシャアなしに受けます。でこのタイミングでホグ飛ばしたいな。ちょっとダクビがかかっちゃった。さあテスラ置く。相手がねダクプリと三角とかしかないんですよ。だから僕のあのホグの受けがあんまないんですよ。ここですね。今ダクプリサイドから三角とかしかないから、これで多分あ言うのがあったかいいね。あでかあとおい一発入れば勝ちっていう、いやめっちゃなんか懐かしいね。普通に興奮しちゃったね。いやねえとか言ってもね全然えって分かんない、分かんないと思うんですけど、なんかもうねマブダチみたいなもんですよね、マイキー的なね。いやもう質問久しぶりだなってびっくりしたな。ちょっとさあ MK って書いてるんでメガナイトだと思いますね。 ISP でまあホグは一旦飛ばしますよね。で次のホグをいつ飛ばすかっていうのをね、うわーランバーってことはもうバルーンとかの可能性高いじゃないですか。このデッキバルーンきついんですよね。うんそう、いや、つえ。ゴレでしたね。はい。全然違いました。ゴレなので、まあ、ここ行きましょう。で、ホグ、さっきトレンディキングとされなかったので、今回ここで、まあそうですよね。されてしまいますよね、と。うん。で、これちょっとウッドで削りつつ、スケでね、このベビーを受けていきます。うん、うん、うん。よいしょ。まあ、次ですね。今、相手がトレンディされてるから、次のホグが刺さるんですけど、刺さるんですけどみたいな、そんな感じっすよね。ここロケ砲から行くかナイトから行くかすげえ迷ったんですけど、ロケ砲から行った時にあの相手が逆サイにゴーレムとか出されたら、あのゴレに対して合わせるロケ砲士がいなくなるのでちょっときついかなと思って今待ちましたね。ライトニングでなんか両サイ削りも意外となんか大事みたいなことを誰かが言ってたので、ちょっと謎にね両サイ削っていきます。さあウッドもボンバー、えめっちゃ入ってんじゃん。俺がなんか頑張って削った右よりも余裕で入ってんな。さあちょっとね攻めたいよっていうスケ、攻めたいアピールスケですね。さあここはもうロケット押しからでまたホグでいいと思います。次のホグにはトレネードかなと思うんですけど、うん。さあテスラ置いちゃうか。でテスラにライトニング打ってきたらまたホグで攻めればいいですもんね。さあこれちょっと行っちゃおうかな。さあテスラがある。まあもし端前ねゴレ来ても言うてテスラロケット押しあるので、相手がライトニングだから攻めトルネードでねうちのキノコくん、やられない限りは無双するね。今相手トルネード使った後これ多分めっちゃきついです。ちょっと攻めクエイクまでやってね、ウッドまで打っちゃおうかな。トルネードがちょうどナイスサイクルなのでこれ絶対に一発入るっていう、これ大事っすよねマジ。いやマジゴレ全然出してこない。でこれはナイトホグですね。よいしょ。ホグだけだとトルネで金起動されちゃうので、金起動っていうか、ね、守られちゃうので、いやこのロケット押し絶対いらねえな俺。よしよし、まあ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 。でこれ絶対ライトニング来る、絶対ライトニング来る、急いで溶かしたい。で、ウッドでテスラを延命したいね。ウッドでテスラを延命すると、テスラがその分相手に行ったま、殴ってくれるから、いい感じになって、ここのね、ロケット押し、ほんと延命できるホグだと思ってよかった。ね、防衛しながら相手にもダメージ与えていく。で、これはユニットいるから、まあ、テスラで守るよね。もしかしたらライトも来るけど、さすがに来ないか。うん、うん、うん。いや、今はいいですね。ここも一回普通に守りたいですね。普通に守りたいけど、守れるかは分かりません。これ怖すぎるだろこれ。守れんのか俺。気合で守れ、気合でね。よしよし気合でね。テスラ、いやおあライフ大きい方になんで攻めとるね。来るさあゴーレの爆破もやだ。ゴーレの爆破やりたくない。まあまあまあ一発入ってる、でかいよ。さあいっぱい来た、いっぱい来た。でここでちょっとねホグであの攻めとるんでうちのロケット押しやめてっていう。よしオッケーオッケー、ないよく耐えてる、よく耐えてる、オッケーオッケー、よく耐えてる。
相手が今ライド、今トルネ使いましたね、皆さん。見ました？相手、トルネ使いました。いやー、でっけー。いつもこれ勝てなかったんすよね。なんで勝ったんだろうな。マジで。よく防衛耐えたとしか言えないな、とか言ってこれで負けるんですよね、俺。よし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 、ホグー。まあ、相手が攻めトルネードを使うタイミングぐらいのホグで結構ダメージを稼げたと思うんですね。あれ、いいホグのタイミングだと思いますね。さ、よろしく。いや、意外と順調ではあるけどな。なんか、もっとこう、美しくね。やっぱ上手い人の見てる美しいんですよね。うわ、美しいと思っちゃうからね。クラロワで。すごいね。さあ、これはもうホグ飛ばしてってね。あ、ラッキー。ラッキー。これも一発入るんじゃない？ラッキー。さあ、高回転ドリルですね、相手。さあ、これテスラで受けて、あとはウッドかな。いや、ウッド いるか。一応やっとくか。いや、アイスピでよかったな。ロケット押しがいる場合は、ウッド打てなくても、ゴブドリーね、対処してくれそうだったので。で、ドリルに対しては、まあ、テスラ、ドリルじゃない、ウォールブレイカーに対しては、まあ、テスラを置いていきたいよねっていう。エリアとかやばい。エリアとかやばい。このファイスピはまあ強でいいんじゃない？絶対ウォールブレイカー来るんだよな。テスラですね、ここで。まあ、テスラ。神のね、神のロケット押し。オーケー、いいエイムしてんね。で、ここはまあロケット押し残ってるからホグをつなげてあげるよね。で、テスラで守られるけど、まあこれはしょうがないよねっていう感じかな。さあ、でも金ギドされないのでけえな。これ一発あるよね、しかも。ウッドはまあ、打たなくてもいいんじゃない別に。なんか来たぐらいでいいっすよね。これ高回転ドリルね。テスラがやっぱそこそこに厄介ですよね。よし。相手も回転早いからね、その2周目で崩すとかがあんまできないですよね。やばい。なんか、エッチな位置なのか。あ、でもテスラウッド、テスラアイスピウッド、テスラスケウッドぐらいでね、一応防衛はできそうだな。テスラがドリルを攻撃してくれるから、でもそれでエリアドをちょっと取られるとかトントンですからね。テスラウッドで守ってウォールブレーカードリルを。って考えたらちょっと強いな。これドリル絶対来るから、ちょっとタイミングわざと被せてね。いや、これ、ウォールブレイカー許容します。ちょっとしょうがないっす。やばい、待って、ウォールブレイカー許容するが、いけないやつが入ってる。いけないやつが入ってる。でも、相手の攻めとね、タイミングかぶせたことによって、俺の攻撃も入ってるんですよ。でも、痛すぎるぐらい相手の攻撃も入っちゃった。さあ、で、アイスピと。まあ、これは、ナイトだけでもいいかもね。うぇい、ロケット仕掛けてく。まあ、こうなったらもうね、クエイク、二周だけど、一応ホグ飛ばすか。ですけど、アイスピュッタでね、ここは守れますね。よし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 。さあ、早めにね。間に合うのかっていう、テスラがね。オーケー、グッドゲームですね。いや、序盤なん、途中か、途中ね、いいホグ、いいホグだと思うんです。相手の攻めと被せたら、相手がテスラ間に合わなくてホグが通るんですけど、そのダメージ受けすぎちゃいましたね。あれちょっともったいないですけどっていうので、やっぱ相手の攻めとね、タイミングかぶせるのめっちゃ大事だと思うので、ぜひね、ちょっと皆さんも意識してみてください。というわけでね、ちょっと2日目終わって、まあ、まずまずですね、もっとなんかキレが良くね、うわ、うまっていうね、プレイできるようにちょっとね、頑張っていきたいと思います。極めます。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価もね、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。